皆さんおはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ本日も始まりました ETN チャンネル。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略をしていきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズオブデスティニー2実況プレイのパート8をやっていきたいと思います。前回ストレイライズ大神殿で、フィリアや、リアラを襲撃した、なんか化け物みたいなおっちゃんバルバトスと戦いまして、なんとか、勝つことができました。まあジューダスの助けがあってこそですけれどもね。で、まあ結局フィリアもリアラが探していた英雄ではないということが分かりまして、これからアイグレッテの港からスノーフリアを目指し、そこから、ウッドロー英雄王ウッドローケルビンがいるハイデルベルグを目指して冒険をしていきたいと思います。で、まあ、リアラとジョダスも仲間に加わりました。よし、じゃ行こう。あんまりねお金が貯まってないからね、遊びあんま買い足せなかったんだけど。よし、こんなもんだぜ。いいね、4人パーティー。リアラは基本的にあまり前には出ないで、主に小術を使って攻撃や回復をしてくれるキャラクターですね。チューダスは攻撃も物理攻撃も魔法攻撃もどちらもこなせるバラ、なんか万能型のキャラクターですね。よし、ちょっと港に入る前にセーブしよう。ウッドロー王ってさ、どんな人なんだろう。ま、英雄王と呼ばれるほどの方だ。ただものじゃないのは確かだな。今度こそ本物の英雄だと。いいのだけど、会えばわかることだ。それよりチケットは買わなくていいのか。ああ、すっかり忘れてた。早いとこ買いに行こうぜ。よっしゃ。おじさん、スノーフリア行きの定期船のチケットちょうだい。全部で4枚ね。はい、4名さんだね。400ガルドになるがいいかい。よっ。はい、ダーリー。お客さん、運が良かったよ。今回の便はそれでおしまいだよ。もしお金が足りなければジューダスが出してくれます。本当？やったね、ラッキー。これってなんかいいことが起こる前触れかも。どっちかな。船内では各々自由行動でいいよな。じゃ、そういうことで。まあ、どこ行くの、ロニー。カイル、お前は知らないだろうから教えといてやる。旅というのは人を開放的な気分にさせるものだ。うんうん。雪吊りの恋人たち、ただ一度の仰せだが、次がないからこそ恋の炎は激しく燃え上がるんだ。わかるか。つまりロニーはナンパしに行くんだね。そんな顔すんなよ。それに開放的な気分にさせるってのはあながち間違ってないと思うぜ。試しにリアラでも誘ってみたらどうだ。いい感じになれるかもしれないぜ。俺は別にそんなんじゃ。リアラに会ったらお前が探してたって言っといてやるよ。じゃあな。ロニーは称号恋愛探求者を得ました。探求してばっかりだけど。ところ構わず騒がしいやつだ。しょうがないよ、ユナミス個人で育ったんだもん。ジューダスも行っちゃうの。
一人で考え事がしたい。ついてくるなよ。ネクラだね。どうしようかな。よっしゃ、一通り見ていこう。アイテムがあったら容赦なく回収しますんで。ん？ラビットシンボルが落ちてる。あと手紙が。御社の通販で買ったラビットシンボルですが、ちっとも効きません。宝くじ当たらねえぞ。これを装備すると本当に幸運が上がるんですか？効き目がないようなので返品します。まあそんなもんだと思うけど、いらないなら俺がもらっておこう。ラビットシンボル。そんなのね、お守りなんか身につけたからって別に宝くじ当たったりしねえよ。それなんで当たるんだったらね、ね、もう世界中の人間全員億万長者ですよ。明るいね。だって未来の大英雄なんでしょ、あなた。ね、カイルも上がってくれば。潮の香りがとっても気持ちいいわよ。待ってて、リアラ。俺もすぐそっちへ行くから。うわあ、すごいや。海以外何にも見えない。それに風がビュービュー吹いてって、空を飛んでるみたいだ。ね、すごいでしょ。でも意外だったな。リアラってこういう場所怖がると思ってた。どうして？潮風も吹いてこんなに気持ちいいのに。いや、なんかさ、高いところに上がると怖いとか言いそうだったし。何今の怖いって。私の真似全然似てない。笑うことないじゃんか。ごめん帰る。でも怖いって。やっぱ変かな。楽しそうじゃん。でもほっとしたよ俺。リアラもそんな風に笑うんだね。当たり前じゃない、変なカイル。だってさ、最初会った時なんか俺が何を言っても表情一つ変えなかったじゃん。正直ずいぶん不愛想な子だなって思ったよ。あの時は英雄を探さなきゃってことで頭がいっぱいだったから。ああ、うん、そういえばそうだったね。ねえカイル、あなたはなぜ英雄になりたいと思ったの？やっぱ父さんみたいになりたいからかな。父さんは大きくて強くて、でも優しくてあったかくて、いつもニコニコ笑ってた。とはいえ俺が小さい頃に旅に出てそれっきり戻ってきてないからよくは覚えてないんだけどね。けど俺もいつか父さんみたいになりたいと思ってる。父さんのような本当の英雄に。本当の英雄。そういえばさ、リアラはどうして英雄を探しているの？私が英雄を探している理由は、お、なんだ、なんだ。主だ、デビルスリーグの主だ。お助け、おいらまだ死にたくねえよ。ガタガタ抜かすな。とにかく船長に伝えてこい。それから見張りの人数を増やせ。船体に損傷がないか調べろ。急げ。おいお二人さん、そんなところでイチャついてる場合じゃねえぞ。いや、違うんだ、リアラ。そんなつもりじゃなくて。大丈夫か？カイル、大丈夫？心配いらん。バカは頑丈と昔から決まっている。よくご存知で。バカバカ言うなよな。はいはい、喧嘩は後。何が起きたのか確かめるのが先だ。へ先へ行ってみようぜ。よし。
海の主だか何だか知らないが、この船で勝手は許さん。と、この船の船長が言っていたと奴に伝えてきてくれないか。自分で言えよ。さて、特に消耗もしてないし、大丈夫か。今日探索が不足してないかは確認しておきたいな。敵出るー。げよ。お、バンガン弱点つくじゃん。なんかどっかにまだアイテムあった気がするんだけどな、場所忘れちゃったな。よっしゃ、次行こうか。お、なんかいる。船が止まったのはこいつのせいだな。おい、あんたたちも早く逃げろ。そいつは海の主だ。このバケモンと出会って無事だった船はねえんだぞ。逃げるったって一体どこに逃げるんだよ。任せといて、こんなやつ俺たちがやっつけてやる。オルネウス、もうとにかくね、このゲームの敵キャラってのがね、なんだっけ、ソロモン72中だっけか、の魔物たちの名前結構使われてますよね。アルバトスとかも確かそうだし、遠くからあのウィンドスラッシュで攻撃しまくる作戦。近づかなければどうということはないんでね。この人に魔法を使いまくって経験値いっぱいもらってやろう。よっしゃ、足さえ引っ張られなきゃこんなもんさ。チリハジの追加闘技デルタレイ、ハッカースパイク。やった、これで船も。ダメだな。大変です、船底に海の主が。なんだと、こりゃまずいぞ。船底に穴が開いたんだとしたら、とにかく行ってみよう。本当にまずいぞ。とりあえずだ、エンチャント。あー、使用回数が足りないね。じゃあちょっと入れ替えようか。僕にアイテムなかったっけかな。よし、セーブどこだっけ。
よっしゃ、これでまた一歩。いや、行っちゃえ。なんなのこれ。くそ、こっちが本体か。まんまと一杯食わされたぜ。このままじゃ船が持たねえ。けど奴を倒しても穴から水が。どうするカイル。どうするったって。考えてる暇はない。来るぞ。とりあえず倒さなきゃ。応急処置もできやしね。まずテイル、この触手から近寄れねー。よし。耐性ばっかじゃねえか。よしよしよし。みんな前に来た。よしよし。書き消されましたけど。あと8500。かわしててもね。よいしょ。
エアプレッシャー。弱って。はっ、て、て、て、やめて。くらえ。くらえ。エアプレッシャー。くっ、くっ。いきます。助かる。よっしゃ。見たか。見てねえよ。見てろよ。まずいぞ。もう沈み始めてる。どうしよう。水をかき出さないと。無理だろ。バカ。そんなことしても追っつかねえよ。とにかく船室に残ってる人間を全員甲板まで連れてくんだ。わかった。どうすれば。なぜ力を使わない。お前の力ならここにいる人間を救うことができるはずだ。そんな無理よ。今の私の力じゃ。何してるんだよリアラ。銃出す。ごめんなさい。さてプルスやってしまおう。そんなことしてる場合じゃない。あ、ロニ、あれ。神様、どうかお助けください。おい、こんなところでへたり込んでたら助かるもんも助からねえぞ。怖い、怖い、怖いよ。あの、ね、泣きやんで。ママ。大丈夫。ママも君もみんな助かるから。だから落ち着いて。お、よし、いい子だ。いいかい、ママと一緒に甲板に上がるんだ。わかったね。くそ、早くなんとかしないと。僕にないか。みんなに感謝。よし。絶対どこで取り逃してると思うんだよな。ダメか。わからん。いや、わからない。集めたが、これから一体どうする。ねえ、岸まで泳げないかな。無理だろ。男はともかく救命ボートがあの大きさじゃほとんど助けられないか。くそ、完全に手詰まりかよ。諦めちゃダメだ。なんとかしてみんなを助ける方法を考えようよ。とは言っても
全員が助かる方法が一つだけある。え、本当に？力を使え、リアル。私が。うわあ！こりゃマジでヤバいぜ！つべこべ言ってられんぞ。私がみんなを。リアラ？お願い、飛んで！おい、リアラは一体何をするつもりだ？船を浮かせるつもりなんだ。だが。これだけのものを動かすんだ。今のリアラにできるかどうか。そんな。頑張れ！頑張れ、リアラ！頼む。やっぱり、ダメ。諦めちゃダメだ、リアラ。リアラならできる。きっと、できるよ。帰る。お、飛んでるぞ。すげえ、マジで助かっちまった。すごいよ、リアラ。やった、私力できた。リアラ、リアラ。リアラは称号奇跡の少女を得ました。大丈夫かな、リアラ。体力は消耗しているが、安静にしていればそのうち目覚めるだろう。ほんと、このちっこい体でよく頑張ったよな、リアラはよ。さて、リアラはこのまま寝かせておくとして、今後のことを決めないとな。船がこの有様じゃ陸路を使うしかないだろうな。とにかく船長に相談しに行こうぜ。うん、わかった、リアラ。はい、では今回はここまでにしておきたいと思います。まあ絶対絶命の危機かと思ったんですが、リアラの力によってなんとか、なんとか助かりましたね。一命取り留めたって言い方違うもんね。なんとか助かりました。そうですね、まあちょっとリアラは疲れて休んでしまったんですけれども、まああとは船長に頼んでこれからねどうしていこうかということですね。はい、ではまあそれはまた次回やっていきます。ということで Tales of Destiny 2実況プレイのパート8、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。